非常に生きると思いますよ。おっと、さあ林だ、林陽平だ、あまたここもフリーになるか、どうする、打ちません、一つコントロールしました、そしてもう一つ外を使って、決まった、大分トリニータ先制、なんとほぼ角度がなかったところから3番の黒木恭平です。直接決めましたね。黒木は今ね、これ多分ね、折り返しじゃなくてシュートですね、あの秋田さんがおっしゃるようにシュートを狙ったんだと思います。逆をつきましたよね。ゴールキーパーって、まあ、大体あそこまでえぐっていくとマイナスのボールをケアすることが多いですもんね。そうだと思いますね、まあ、大体縦、まあ、コースがないんで、まあ、普通ならやっぱりボールが上がってくる、戻されるっていうイメージを持ってると思うんですよね。もう逆にあの触らなかった、はい。